中垣敏之は、日本の生物学者。北海道大学電子化学研究所所長、教授。愛知県豊田市出身。愛知県立豊田西高等学校を経て、1987年、北海道大学薬学部卒業、愛知県の製薬会社入社。愛知県立朝比良高等学校非常勤講師を、しながら、大学院に通い、1997年名古屋。 大学人間情報学研究科博士課程修了、指導教官は、上田哲夫。1997年から、名古屋市森山区下市並に新設された、理科学研究所バイオミメティックコントロール、研究センター制御経理論研究チーム博士、研究員2000年から、北海道大学電子科学研究所准教授、2010年から、 公立箱館未来大学システム情報科学部教授2013年から北海道大学電子科学研究所教授2017年から北海道大学電子科学研究所所長年金の性質を利用して迷路の最短ルートを得る例薬学部時代に実験で使用した年金に見せられたことをきっかけにいわゆる年金コンピュータの研究で知られる年金に 迷路問題を解決する能力があるとして2000年に発表された論文が陳研究として2008年にイグノーベル賞を認知科学部門として受賞した。その後、複雑的 o、OK、系の解決能力の一例として、年金が都市の鉄道網と同じ経路を再現したり、迂回路を準備するなど、上長化の能力があることを示した2010年の論文がさらに陳研究とみなされ、 同年のイグノーベール賞交通計画賞を再び受賞した。ありがとうございます。